Uh-huh. mm -hmm. の皆さん、こんにちは。ナーシーにあります、ビューティーサロンゴージャスのオーナーをしております。パーソナリティのゴージャスリえです。はい、好きな番組作家系です。はい、ゴージャスゴージャス、第18回目の放送始まりました。今週もよろしくお願いします。はいやー、お願いいたします。<laughs> <laughs> なんやで、めっちゃ暗いんやけど。はい、はい、めっちゃ暗いんやけど、大丈夫。そんなことないですよ。はい、え、なに、どうした。<laughs> あ。んんはい、はい、え。はい。 大丈夫？聞こえない。聞こえない？何も？じゃあじゃあマいヤー。はい。はい。大丈夫？え大丈夫ですか？はい大丈夫。いやおっしゃさん呼んできます。いや大丈夫よ。大丈夫ですか？はい大丈夫です。はい逆にじゃあもう外しちゃったんです。かうんそうだね。聞こえてる。はい聞こえてます。ちょっとねヘッドホンのトラブルがありましたけれども。はい。なんで？どうしたら黙ってる。ちょっともう。 この雨で。ねえ、びっくりね。でも渋滞がひどくて。本当。ずーっと渋滞して,て昨日天気やったのにな。昨日天気良くて、あのー。理恵さんの。なんかフェイスブック。が動向見たら。うん、なんかお花見。はい。お花見ですか。<laughs> 桜<よ>桜、はい、桜でそうそうそう。うちの桜、大活躍や。もうあのー。 桜が要はあのエステサロンゴージャスの裏手にある桜のそう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 なのよもううちの桜って呼んでるんやけどうちのねもうね満開満開もう超えてちょちょっともうもう散りそうだなって感じなんだけど散りそうだなだけどマーピンクでめっちゃ綺麗なよそれにさらに昨日満月やん昨日満月でしためっちゃ月綺麗桜綺麗言うことなしみたいな 最高だっためっちゃ良かったですねいやだからんか写真で見てすごい綺麗だったんでえっ、ー、<あ>きれいやろこんなまだやっぱあんだけ咲いてるんですねそうなのよそうなのよ綺麗やろそれで何ですかそれでお酒とか飲んだんですかそう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 何で晩食や家飲み <laughs> <laughs> 家飲みあ,でもあれか 普通に家のみの外に出たわけじゃなくてそうそうそうだっ,てだって見えるもんこの家の中が見えるんですかそう家の中が見えるよもうだって手伸ばしたら桜が取れるよええー、いいなーもうすっごいそこからまた月が見えてこの桜の合間からな、はい、満月の月が見えて、はい、もう何とも綺麗だだみたいな人と興奮して騒いでたわ <laughs> 隣に、ね、いつものメンバー <laughs> 娘とみたいなねっ、ね、ほんとーいたい <laughs> もうなんか幸せ分けようかな何の幸せや 楽しいなプラス思考で楽しそうですホンにはいめっちゃ楽しかったですあのでちょっと放送前にねそうなのよ差し入れがあってみたいよ見てこんな届いているのもありましてうまい棒一袋それもそうなんですで見たらあの今コメントでも来てるんですけど「こんにちは初見です」っていう方が「はい えー、旧串川市の俺さんという方がはは <laughs> <laughs> 何や待っててくれたらいいのにちょうどコメントしていらっしゃるんですけどあのー、うん、俺さんからうまい棒があー、ありがとうございます、はい、高級駄菓なん,、ね、なんでこの時間にいないのえなんでこの時間にいないのもう置いてから帰ったの？<え> <laughs> もせっかくなのにこの時間にいてくれたら僕もスタジオでお会いしたことはなくてあそうなのさんとはあそうなんだないですけどなんかこう何かしらお菓子置いてその逃げ,逃げて、ね、なんかねえいいねなんでなんでこのタイミングなんだろう <laughs> あそうだ何をそんな真剣にあ明日一応はい そのホワイトデーじゃないですかさあ世間の皆様明日ホワイトデーらしいですよ3月十四日 <laughs> イエイイエイどうしますであのー、あそうあのー、ね僕もなんかリエさんからなんかぎりなちょっとよくわかんないチョコレートもらいましたけ何そのよくわからないって表現が下手や相変わらずなんかちょっとあのねちょっと い元気づけようと思ってそうなのよ、うん、元気づけようと思っていつも元気のない勢いがな、うん、少しでも元気になってほしいと思って栄養ドリンクみたいに見せかけたチョコレート栄養ドリンクを模したその茶色の瓶にチョコレートが詰まってるやろ入ってるなんかアリナミンみたいな,なそ,ういうそうそうそうで中は麦チョコみたいなうんいいやんやく,れたくれたじゃないですか一応はい、はい、とりあえず <laughs> とりあえずで僕にちょっと言い方が悪いんじゃない？とりあえずじゃないけど心を込めてギリとしてあげたんよ。そうや、あのそれのその実はお返事お返事じゃないですけど僕のちょっとお返しだお返し。お返しを実は先ほど買いに行ってたんですね。あそれでこんなギリギリだったの来たの。待って一分三十秒前で来たの。本当に遅いわ。到着したんですけどもうわざわざね。 わざわざあのー、パレットくもじまで僕ってましたうわーわざわざパレットくもじまで言ってくれたあーすっげー <laughs> すげーパレットまでもうあんなもうなんか <laughs> 栄養ドリンクを模したあの麦チョコのお返しのために,そ,にはそうだな引き合わないなそりゃ ちゃんと、や、でも、やっぱり、あのね、男性はちょっと倍返しじゃないですけど。ああ、気が利く、皆さん。いけ、なんて気が利くんでしょうね。家さんの、まあ、ため、まためですから。はい。ね、僕はもう、日頃ね、おん、恩義を。ああ、大げさやわ、本当。ああ、そうやな。ああ。それで、一分三十秒前に、来たってこと。ねそうなんです。本当。びっくりしたわ。そうなんです。何で。ちょっと、本当に。 ちょっと僕が想像してる以上にちょっと混雑してまして当然あんた一日前で 1> 1日みみ駆け込みやみんな駆け込みもちろんその単純に人がいっぱいいるっていうのもあるんですけど行く道、うん、先ほど言いましたけど道がすごい混んでましてなんかあんたバイク違う今日バイクなんですけど、うん、要はスピード出せない雨,雨でちょっと危なくて、うんうん、っていうのでちょっとのろのろで行っちゃったんで。うん 結局あの、何も買えずに。おい。何やそれ。ちょっと待った。到着、到着がしました。実際。到着して時間見たら、あ、これ戻ったらもう。これ今買って帰った、多分遅刻しちゃうんじゃないかっていう時間帯でしてた。段取り悪。何やそれ。結局、本当行ったんです。本当に行ったんですけど。何も買わずに。それないやろうな。は。意味が分からん。時間だけ見て一応帰ってき。 来たっていう。何しに行ったの今日？一応向こうの空気だけは吸えたんですけど。いやいや空気なんか伝わらないし全然伝わりまへん。あの放送終わったらまた行ってくるんで。うん。閉まってないから次は。いや閉まってない。一回。次閉まってない？八時九時八時かな九時かなまだ空いてると思うんで。いやあ掛け込み多分商品ないわ。え？そうなんですか。いやないんじゃん。えないってあります？いやだからなんかもうなに余ったものやな。 あるとしたら余ったもの,たものなもうなんかもう見たことがあるよく見るような <laughs> <laughs> 何やそれ失礼な失礼な本当やほんとや余ったものやもう理恵 <laughs> さんちなみになんですけどまあこれからまた僕買いに行きますけども、はい、何何何を聞いて聞いてなんでも、あのー、このなんかよく最近見かけるっていうかまあまあずっとあるかあの要は1個小さくて何百円みたいな、うん。うん、してうんん もう普通にあの何、ー、すかねもう十何枚入りみたいなそのなんか十何個入りみたいないや数がいいかそれとも質がいいかってことやろそういうことです決まってるやんけ質や <laughs> <laughs> 数はいらんしいらんしいらねえよ例えばじゃあ1,000円であの20個買うると個みた個なのがあったとしても1個1,000円,円た,たら 1>, 1個1000円はちょっと寂しいな2個1000円がいい <laughs> なんてこのわがままなんでしょう。2個1000円わがままだなそうだ 2>, <あ>2個1000円だな,な、ね、1>, 1個じゃ物足りんやんけ1個食べてあもっと食べたいって時ないや <laughs> いやだ2個や2個1000円だから500円だなあ500円500円の2個 2> なるほど。それをじゃあ見ていきましょうそうそれでいこう 一個は寂しいな食べてパクって食べても、あ、あ、あ、おいしいって言ってる間もう溶けてなくなってるんやで、はい、確かに確かにそうなですねそれをもう一個食べれるってなん,う、ね、なんか嬉しいねー <laughs> ワクワクするね早く、早く言ってよ番組終わらせて <laughs> パレット行きや。最後までやりますから。ああ、そうね。ね、この後ウィークリーパッションっていう。あ、そっか、そっか、あったんだ。忘れてた。あれまだ終わってからまた行きますから。忘れてたわ。はい。いやあ、楽しみ。誰もお前行きや本当に。本当に本当に行ってきます。空気なんか伝わらんで。あ、そうです。世間の皆様、明日ホワイトデーですよ。準備されました？もうウキウキワクワクだね、みんな。あ、そっか。あ、そっか。うん。男性よりも女性が 楽しい時期だ。あ,あ、もらえるからな。先月と打って変わって。そうやー、もう待ってるでアビューティーサロンゴージャスでずーっと。え、あのー、皆様からの配達をリンさんも今年結構上げたんですよね。いやいや、ギリや。<laughs> いやだからギリでもなんでもいい。ギリでもなんでもいいんですよ <laughs> 別にそれは。上げてるやんけ。上げてるわけですよね。はいはい、あのえどれくらい上げたんですか。そ要はそのどれくらいの買いが見込めるんですか。十ぐらい。十。 十あげて見あげて帰ってくる見込みはそうだな半分半分ちょっとぐらいだなそう十に僕も入ってるんですかもちろんあまあじゃあ本当に五六個帰ってくるかどうかそういえそうそうそう<ー>それでまたほらあのー、お女性のお客さんとか女性のお友達からまたもらったりするんでそれはまた別でもらえるかなはああそうかもう女性のお客さんと関係なのそ,そ,そ,そう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 友チョコみたいな感じね。 ね、旧ぐしぐしかうしの俺さんが、え本当やん、俺もらってないぞ。もらってないそうですよ。あのまとめてラインあげるわ、大きい猫。まとめてラインあげるわ。迷惑だ。本当やな。まああのチョコレートもそうですけど、チョコレートとホワイトデーか、ホワイトデーもそうですけど、世間ではねあの今他にも何か流行ってるの？WBC というのが今すごい盛り上がってるんですよ。野球でしょ？あ ご存知なんすかだってこんだけみんなが騒ぐからわかるんよほら例えば友達とかが「今日 WBC 見ながら飲んでるよ」とか「んやそれ」みたいなそこで初めてテレビつけて「ああ野球なんだ」ってだけど「野球なんだ」ってまた消すでつけてみるわけじゃなくて「なるほどあこれかパシーみたいな。 確認してそう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 あんまり見なくてねえそうなんすよそうなんよちょっと近い意見があってやっぱ知り合い出てる人もんか乗る気にならんよな最低ですよね本んでもね今世の中的にはもうね日本の代表が出てますからこういう人もいてこういう人もいてええのよそれで知り合いが保たれてるの。 うん、確かにみんな応援してるんだってねもうん、あちこちで飲みながら応援してるっていうのよく聞くわサッカーもそんなに応援しないですかリエさんサッカーは息子がやってたから、うん、あ見れるんだちょっと思っそうそうそうま見れる待って見るのは誰でも見れるやんルールは全く分からん、はい、あゴールが入ったら分かるぐらい <laughs> おおってこう球が入ったら分かるれへんよあそうそうそうそれは分かるそれ以外一切分かる <laughs> ルールは。 <laughs> いいのよ。それだけで十分なのーゴールが入って喜べるっていうのはいいやんな。そうえ、敵味方は一応わかる。このユニフォームでわかるやんあ。ユニフォームの色で一応そ,うそ,うそうそう、もうそれぐらい。<手>全然わからん。ルールも。<laughs> で、あんまり聞こうともしないね。まあ、点数入って喜んでイエーイぐらいで。<laughs> ああ、もう楽しんでるよね、私。とりあえず、この盛り上がったらいい。そうそう、盛り上がって、この楽しいで、で、息子いなかったら、また見ないよ。 <laughs> 自分では見ないのよ要するにねそうですよね,ね<え>あんまりこうやっぱ好きじゃないと見ないん、ね、そうなのよそうなのよあ確かにまあスポーツはね、うん、もう私もリエさんもそうですけどもねあまり話題しない方がいいな, <laughs> なスポーツだったらな,からなんかちっちゃくならったな、はい、ということでまあ一旦。 はい、前半は終了にな早た、はい、もう,いもう本んとやというわけで、はい、ゴージャスゴージャスではメッセージも募集しております、はい、メールアドレスはゴールドアットマーク f m n a h j p g o l d アットマーク f m n a h j p 皆様からのメッセージお待ちしてます安 はいということで前半終了しました。はい早いねあっという間ね。もうもう真ん中来ました早い。すごいよねいつもね。早いいつも。本当これスケジュール通りいってる。予定通り行ってる。だいぶ綺麗に今ね今日は行ってますけれども。あそうなん。もうなんかいつもねオープニングだけど終わっちゃう。けどはいじゃ早速コーナーの方に参りましょう。ゴジャーストック。 今日はすっげー。今日はすごい。初めてやんかい今ここ <laughs> ここに来て。十八回目に来て。<いや S 1> 違うじゃないですけれども。いや今日決まったで。決まりました本当にありがとうございます。ということはゴージャストークも面白い話題。はい。なんですか。ということでこのコーナーはえーテーマを挙げましてそのテーマについてトークするというとてもシンプルなコーナーですということで今週のお題がちょっと。うん。 これ見て何の意味かわからないんだけどちょっと一応読読めますよねカタカナ振ってくれてるからなあそうかユーマカカってかユーマ<な>何今週の題はユーマとなっておりますトラ,ンプ <laughs> トランプゲームえ何トランプトランプゲームえ何あうのうのかうののこと言ってるあうの <laughs> <laughs> じゃないよなうのじゃないよみんな ユーマって。ユーマ何名前？U M A っていうアルファベットで。ユーマっていう。U M A は読めるで、私でも。でユーマ。U M A のユーマです。ゲーム。ゲーム。じゃない。ゲームと思いますか。いやなんか響きかな。ちょっとゲームっぽい。ゲームっぽい。え何一体これ。ま例えばですけど、ま日本にもユーマっていると思いますかみたいな。は？質問なんですけれども。 ユーマっていますか名前う、はい、ん違う違う違うない <laughs> <laughs> やそれユーマくんじゃないですユーマくんではなくてはぇいや、初めて聞いたで初めて聞きましたいや、みんな初めてじゃんもう今本当に流行ってるあのー、いや、もう一旦流行りすぎて一旦流行りが終わってるぐら待って、流行を追ってきたつもりやけどわ <laughs> からんの でも本当にあのー、まあその一時期にバッと流行ってうもうい一気にこう共通言語というか共通の言葉になりましたこの「ーマっていうへ<ー>、はい分からないショックやけど存じ上げないです全然知りまへんでこちらですね<う>未確認生物のことをユーマと言います 未確認と思 <はい S 1> <laughs> ったけど今初めてと思ったわゴージャス <はい S 1> 未確認生物動物確認生物です生物はい未確認生物未確認生物です何それ見えない生物ああでも言ったらそうかもしれないですね確認できない生物そうですは<ー> UFO? あ UFO? あおー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 そうですそういうことです UFO のことユーマって思うやんあ総称みたいな UFO のいとこ親戚がみんなでユーマって感じあ、まあまあまあそう,そういう感じです。なわかりやすく言える。あはあ。で u m マ？ユーマ a へえ初めて知った皆さんユーマっていうそうですよ。<laughs> マジそうなんですよ。 いやもうだからだいぶいの一時はもう流行ってたんやありましたけどゆうまでってた、うん、からもうずっとこうずーっとこう平行線行ぐらいの感じかもしれないですけどえなんかえでもわかるんじゃないですか何か例えば雪山のとか<は>雪山にゆうま出るじゃないですか雪山にゆうま出るのユーマ出るっていう話じゃないですかあそうなんや雪山に出る <laughs> 知らんしそんなの雪山見てないよ え雪山でよく発見されるの？はい。あー有馬を？いやよくっていうかなんていうか。未確認、生物が？聞いたことありません？全然ないわ。まだ UFO の方が聞いたことあるわ。よくテレビでな、なんかやるやな、どっかの外国とかで見えたみたいな UFO みたいな。そうそそういう話やろ？そういうことなんですけど、まあどっちかというとまあこう生物の話でですね。 は生物、うん、じゃ生きてるものこうなんか生きてる雪の中から出てくるそのユーマみたいな物体が <laughs> はなんかなんかこうペロンって顔出したりして例えば何それあのわ、ー、かりやすい例としての雪男って言いますねはいやー<れ>どこにいるんあれあれあれどこあ <laughs> 僕もちょっと確かにあのちょっとね調べる。はい。ユマ調査隊なんあんた？いや違う違う。実はなんか趣味かがユマとか？趣味ユマの話。ええなん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 うん。めっちゃ興味あるやで。いやあのさ探したいですけど。雪男はだからあのまあ見たって人はいますよ。え周りに？じゃ僕の周り。えマジ？私も見たい。僕の周りじゃない。僕の周りじゃなくて、せ世界的な話ですよ。 UFO を見たって言うのも,あもいるよいるよ,いるよそんなよ聞いたことある世界的にいるでしょ、うん、分かる分かるそんな感じで、うん、見たって人がいるから雪男がいるってされてるわけですよあーそれをユーマって言うやなユーマ、はい、雪男とかあの、うん、ビッグフットとかねよく言いますけどへえ、そういう生物生き物のことをユーマって言うやな、はい、そうそうあのだから一番有名なほらねネスコに出てくるな,な,なんですかあれネスコに湖にうんにほら恐竜うん、うん、そうそうあれなんですか名前 知らん、恐竜。だから、恐竜やろ。違うの。名前、名前。だから、恐竜。で。ネスコだから。ユーマ。ユネスコ。言いたい放題。言いたい放題。ネスコの有名でしょネスコの有名な。有名なのは。恐竜。恐竜。なんて言います。皆様。違う。なんて言います。なんて言います。あれ。もう、ネスコがヒントです。ネスコっていう名前が。それに由来してますか、名前。ネスコ隊。 ネスコだた。だ言っただけってバレるやんけ。みんな。なんやそのネスコから出てきた有名な物体。おし小さいツーが出ます。小さいツーが。小さいツー。ネスコに小さいツー。ラッコ。うん？猫。猫。あねねえ、ね猫ラッコネクストね。違ねネット。違います。ネッシーです。ネッシネッシーは動物やろ。 いやだからは？これユーマ味覚なんとか人生物ですからネッシーかだからそうですだからあの生物でしょネッシーもいるとしたらそういうことですそういうことですネッシーは動物だろうって違う違うネッシーはユーマの仲間ネッシーはユーマの仲間ですとされてますよへそうですそうです知らんかった。 ネッシーユーマなのネッシーユーマなんですよお,<ー>お知り合いですかいやいやいや知ら,ん知らんけど <laughs> ネッシーユーマさんそうですそうですあそうなんだなん知らんかったネッシー動物だと思ったわねえ、うん、もうあれに始まりもういろいろねもうだったらあれやな<ー>なんか確認取れてる動物とか多いやろうな あどうですかでも最近で言えば今は何今何すか今インド人が通り寄ったわ友達が名前呼ぼうとしたわ名前トや名前まで呼ぼしたわ名前知ってるんすかパルビンパルビン知り合いのパルビン通ったそうそう通った今多分声聞いて振り向きよったんよ私じゃないかなと思ったやろな振り向いて確認していきよったいや呼べばよかったもっと。 ユーマじゃないでユーマじゃなかったなれもなんか未確認物体みたいな感じだったねなんか真っ暗な顔香りパルビン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 はなんすかあのそうですねインド人のカレー屋さんおカレー屋さんのオーナーですあれっすかあのラジャーあのあっちのそうどこやとパラダイス通りのそう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  あのはいはい、服屋さんの迎えみたいなあ、はいはい、そうですねはいあっちのラジャーのオーナーです、パルビンさんパルビンさんはい、司令ですよ、ゴージュスの司令って言ってくださいなんか大盛りしてくれると思いますよあー、ありがとうございます、僕今度行ってみようか行ってみて、マジめっちゃいい人やでえ、なんでお知り合いのさすか <laughs> いやいや世間みんなお知り合いなのよ <laughs> そんなお知り合いなって理由なんかわからないです全く違います, <laughs> います全く違いますわ <laughs> かりました <laughs> ということでねうんあのもうコーナーも以上ですいやなんか以上ですってーーさっぱりしてるなーーこんな難しい話題してきながらいうまあ面白かったな未確認物体な 勉強しますわ俺さんも知り合いのインド人が通るラジオってねコメントしていただいてます。んでいいやんけなもうあのリエさんも何もうエンディングでございますなんなんで早いよなあっという間にいつもエンディング来てるよななんかちゃんとした話題しゃべったのかなと思うぐらいバーってしゃべってな終わってるわ。今日は一応パルビンをテーマにね あ、そうだった？ユーマじゃなくて？お送りしましたけれども。本当、楽しかったわ。なんか熱が入ったわ。林さん、あの思ってる以上にちょっと興味示したんで。ユーマよ。で初めてのことだもん。初めてだし。なんでも興味あるんよ。あ、興味一応あるんですね。なんでも興味があるよ。知らないことに対しては。昔からよくね、なんか番組とかでやってますけど。そう。 そうなんですユーマって言うんでああ覚えとく覚えとくはいはい今日からまた勉強するわーマについてまた話すね <laughs> みんなお客さんに <laughs> ということですがなんかもう番組もそろそろ終わりますけど告知などありますかそうですね実は実は来週月曜日、うん、なんとこちらの FM 那覇さんのスタジオではい、はい、あのー、ゴージャスの、うん、ビューティーフェアを開催させてもらいます はい、時間はですね、朝の11時から夕方の7時まで今回はですね、スワロスキーをつ使った、うん、えとアクセサリー作りということで,ですねピン止めとかキーホルダー<お>そして指輪の作成が12時と,あっと3時と5時に開催されます金額も500円だったり800円だったり。まあ 指はちょっと4900円ぐらいするんですけどそれとあと整体ですねっと美容整体の方が専門の方が見えてですね今回は特価っていうことで1000円で20分1000円でしたかねやっていただけるでまたまた松江くもですね30分1000円30本三十分両目60本で1000円でこれも大特価ですよはい松江くに 耳つぼジュエリーも今回も600円というですね破格年の方でご提供させてもらいますもう大変ゴージャスまたカジュアはほんとどんな人経営していこうかしらありがとうございますほんと,ほんと本当一日だけのイベントですのでねまだまだ予約の方を取っておりますのでぜひとも11時から7時まで FM 那覇のスタジオに遊びに来ていただければと思いますああその中で生放送もしちゃいますよサンジャン <laughs> <laughs> リエさんは何時からいるんですか。私常にいますよ、そりゃ。ずっといる。はい。とこ,ころどころちょっと摘発しますけどね。はいはい、たまに蒸発する女なんでね。蒸 <laughs> 発言わないで、ね。<laughs> はい、大丈夫ですよ。う,うちのスタッフがね待ち構えておりますので、はい、皆様ぜひ F.M. なはねアススタジオで遊びに来てください。はい、お願いいたします。ということで今週はここまでです。また来週バイバーイ。k e n n o